なんだこれ。お待ちしておりました。はやぶささん、覚えていてくださって光栄です。いや、あなたなら当然ですか。第85代警視総監、後藤道三殿。警視総監、超人的記憶力に驚
取れようありませんな。でも私が断るってことは間違いないわよ。今の私にとっては事件解決するより愛する家族のために1円でも安くて美味しいものを食べさせてあげることの方が大事なの。それにね、うちの人警察大嫌いなの。私が元警視総監なんてバレたらそれこそ離婚もんだわ。じゃあね。もちろんただとは言いません。失礼ながら麻子さんの生活を調べさせていただきました。台所事情があまり楽ではないようで、麻子さんのいいねで星を出しましょう。いいんですか、そんなこと言って。私高いですよ。1億の用します。おいくらなら引き受けていただけますか。5000。それなら。何言ってんの、桁が違うわよ。ここまでです。しかし君、この際だ。10万円。え、10万あれば家族5人で熱海旅行行けるのよ。10万円承知しました。ずいぶん早いご出勤ですね。まだ15分。タイムイズマネー。時間1分たりとも無駄にはできないわ。さあ行こうよ。マー君。案外まともじゃないか。欲しいもの何だって買ってくれて、い
今のってあなた三枝さんはどうしたの？三枝さん、ああ、あの製薬会社の僕に別れましたよ。別れた。あ、そっか。陽子さんって三枝さんと結婚まで考えてたんでしたっけ？ミカ、そんなこと全然知らなくて。だって三枝さんの方からミカのこと好きだって。もう12時50分よ。あなた今週洗濯当番でしょ。昼休みの間に干しておくよういつも言われてるんだから、早く行きなさい。どうかしたんですか？あら、あなたこそ。さっきのどうしてここに？私の主人この病院の院長なんです。あなた院長夫人だったの？ああ、それなのに偉いのでちゃんと節約して。あ、それで終わりに言っちゃなんだけど、これうちの近くのスーパーの割引券なの。よいさん、お母さんも珍しいわね。この方お友達？あのさっきスーパーのタイムサービスで知り合ってたの。私もそろそろ失礼します。あの、割引。立花、そうか。あさこさんって呼び合って言ってでしょ。誰が聞いてるか分かんないんだから。どこ行ってんですか。ちょっとね、おくつろぎ中のとこ悪いんですけどね。食べ物下に置かないでよ。日向だと野菜いたんじゃなくて日陰で置いといたんですよ。あら、妙なことに気がつくのね。どうしたんですか？何すんですとして、
足を滑らせ転落といったところか。同感です。では事故ということでしょうか。はい。すぐに捜査本部立ちちょうだい。これ事故じゃない、これしよう。ほら、このストッキング、かかとの部分から破れてるでしょ。女性だったらわかると思うけどね、ストッキングって普通つま先から破れるの。それがかかとから破れてるってことは、被害者が死んだ後、誰かが遺体を引きずった。その時破れたと考えるのは自然。なるほど。で何を言ってるんだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だろ。ちょっと私、かっこいい。ゴンナルさん、その人をちょっと話してやってくれませんか。しかし一般人で拳銃を撃ちされては。お気持ちはわかります。ですけどこの人これでも一応警視総監なんです。警視総監かしわた。ですけどお気持ちはよーくわかります。どういうつもりですか。捜査部を立ったりして、あなたの任務はあくまでも未解決殺人事件の解決です。あとは所轄に任せて。それなんだけどさ、今回の事件と例の未解決殺人事件、どうもつながってるような気がするけどね。ファイルナンバー099。黒川大地34歳、高崎のクラブアインの元マネージャー。女性関係は派手でホステスの一人と同棲をしていたが、同時に複数の女性と交際していたのよ。半年前に上京。2ヶ月前、東京港区にある桜井公園で遺体が発見される。死因は頭部2箇所の打撲による頭蓋骨骨折。私の推理によると、今回の被害者白石美香の頭部にも2つの傷があるはずよ。え、つまっけじ。鑑識の結果が出ました。被害者白石美香の頭部から2つの傷が発見されました。転落した時の傷だ。転落前に鈍器で殴られてできた傷の2つです。致命傷になったのは転落前に殴られた時の傷だと思われます。つまり被害者は殴られて殺された後、遺体を屋上から突き落とされたってことになるわね。しかしそれではつじつまが合わないことがありまして。どういうこと。おい、何するんですか。事件が起きた時間、病院にいたのは病院オーナー綾野浩二清江、副院長の綾野浩二正和、副院長の小野関豊、事務長の神山浩二郎、看護師の井上陽子、そして院長の綾野浩二弥生の6人です。全員屋上には行っていないと証言してるんです。そんなものは誰かが嘘ついてに決まってるでしょう。死体が一人で勝手に落ちるわけない。決めつけちゃダメよ。ありえないもんじゃないの。ああ。どうしたんですか。うち帰って布団取り込まなくちゃ。うちの人湿気だったら逃げられへん。ちょっと待ってくださいよ。会議はまだ。
くらお給料から引かれるんですか。壊した食品ケースの修理代37,000円。37,000円。元気勝ち気勇気。お父ちゃんまたさっき作ったの。嘘でしょ。嘘。仕方ないだろ、正義の鉄拳なんだから。何が正義だよ。俺たちがいくら節約しても貧乏だ。お父ちゃんのせいだから。まあまあ、いざとなったら当たり基金が。ダメだね。これは家族旅行のために貯めてるお金でしょ。学校で動いたことないのうちだけなんだからね。ったくお母さん、なんでこんな人と結婚したんだよ。知らないわよ。俺だって一生懸命頑張ってる。お話しして
綾小路弥生さん、白石見た殺しの件で署までご同行願いますか。え、事件の直前あなたは屋上に上がられたそうですね。私ちゃんと見たのよ。あなたよくも綾小路の名前に泥を塗ってくれたわね。それはですね。綾小路弥生が屋上に行く姿は実際目撃されてるんですよ。うん、確
確かに綾さんは何らかの形で今回の事件に関わってることは捨てきれないわ。でもね、美香さんを殺した犯人は他にいる。この事件思ったより奥が深そうね。ちょ、何してんですか。現場やってんって言うでしょ。なんか見落としか何か調べてんのよ。最初から流れを整理するとこうよ。綾野工事病院の屋上から看護師の白石美香さんが転落。事件が起きた時、屋上に誰もいなかったことから当初は事故と思われた。ところが死んだ美香さんの頭部から2つの傷が発見された。また地下の洗濯室から発見された美香さんの血痕と鑑識の結果から、美香さんは洗濯室で殴り殺され、死体を屋上から投げ捨てられたことが判明。そして事件直前、院長夫人である弥生さんが屋上に上がっていくのを見たという目撃情報が浮上した。でも弥生さんが事件の2分前まで私と一緒にいたことを考えると、地下で美香さんを殺して屋上まで運ぶことは時間的に不可能。ということは殺害の実行犯は別にいる。まあこれは私の直感だけど、弥生さんはめられた可能性が大ね。じゃあ一体誰が白石美香を殺したと考えてるんですか。まあ、その答えを出すためにゴンちゃん、病院関係者の中に美香さんを殺しそうな動機がある人間いるかしら。白石美香は派手な性格で男遊びも激しく、恨みを持ってる人間は多かったようです。また気になるのは以前から綾野工事病院にある不正経理の噂です。なるほど。じゃあゴンちゃんたちは不正経理と美香さんの関係について調べてみて。はっ。私と妻ちゃんは弥生さんの周辺洗い直すわよ。はい。綾野工事弥生以上解散。はい。あそこさ、何よ気持ち悪いな。朝子さんって言ったんです。やっと名前で呼んでくれたのね。いや、それはあの、いや、業務命令ですから。かわいくないな。朝子さん。
じゃないんですよね。なのにどうして彼女を洗い直す必要があるんですか。犯人じゃないから洗い直すのよ。なの？いえ、また名探偵ってわけわかんないこと。三浦さん、取り調べで何か言ってた？あ、いえ、それが。いい加減にしろ。いつまで先生黙ってるつもりだ。あんたは見たという目撃証言だったのよ。何もやらなきゃますます不利になるだけだぞ。やっぱりね。いい？弥生さんは美香さんを殺してもいないのに殺人の罪をかぶろうとした。うん。ということは彼女は真犯人ではないけど、真犯人と何らかの関係があると見て間違いないわね。弱みを握られてるとか、かばってるとか。うん。だから彼女が何のために罪をかぶろうとしてるのかを知ることが事件を解明する近道ってわけ。それに弥生さんを釈放して泳がせれば何か新しい動きがあるかもしれない。なるほど。まずは本人から聞き込みね。私、1年前に主人と知り合ったんです。でも家柄にこだわる主人の母は早くに両親を亡くして、何の後ろ盾もない私との結婚に反対でした。それでも主人は私と結婚したいって言ってくれました。結局反対を押し切る形で入籍して結婚生活を始めたんです。その時私、絶対にこの人を幸せにしようって思いました。なのに結局主人を傷つけてばかりで、それなら結婚なんてしなければよかったって。傷つけたっていいじゃない。夫婦って完璧じゃない人間同士が一緒に生きてくんだから、傷つけ合って当然よ。でもそれでもお互いに許し合っていくのが夫婦なんじゃないかなって。私ね、小学校の時両親が離婚したの。小さい頃から両親が罵り合ったり傷つけ合ったりする姿ばっかり見てた。だから私絶対結婚しない。夫婦の絆なんて信じないと思ってきた。おかげでね、仕事では十分すぎるぐらい成功したわ。でもどっか寂しくて、そんな時ね、主人に大事にあったの。お姉さん、よかったら食べてってよ。ポカポカ容器にはポカポカスープ、サービスサービス。はい、さ、うちの会社は小さいけども味には自信があるんだ。
不完全な人間同士が何度も傷つけ合って何度も許し合っていく。だからこそ何も負けない強い絆が悪いんじゃないかな。だってそう思うんじゃないかな。私にとっては今何よりも大切なもの。朝子さんは幸せね。ええ。でも私はもう信じてもらえない。私警察にも疑われてたんです。事件直前私が屋上に行くところを母が見ていて、でも私屋上の外には一歩も出てないのに。ごめんなさい、こんなこと言われても困りますよね。私今日は帰ります。本当でしょうか。私矢野さん嘘ついてると思えないの。思いたくない。ねえ、今回の事件真犯人は何らかの方法で無人の屋上から死体を突き落とした。その謎はここ高崎にある。朝子さん総理なんだから急に高崎に行こうと言い出した。そうですよね。でも分かんないのはどうして綾小路弥生の身辺捜査からいきなり黒川の出身地に飛んだかってことですよ。花井、花、初めて綾小路病院行った時何が気になったのかやっと分かったのよ。黒川大地の殺人現場に咲いてた花と綾小路病院の前に一輪だけ咲いてた花が同じ花だった。そんなことまで覚えてるんだ。もしもよ、酔いの花が黒川大地の殺人現場で犯人の体に付着した種をこぼろしてされたもんだとすれば、まさか黒川殺しの犯人が綾小路病院に出入りしてるってことですか。じゃあまさか綾小路弥生が黒川殺しの犯人なんて言い出すんじゃないでしょうかね。どうなのかしら。朝子さん、いい加減はぐらかすのはやめてください。私もそれが知りたいの。
ないよ。なんだよ。麻子さん。まあ皆さん、お肌が綺麗ね。だよ。この家の生活は気持ちいいわ、本当。麻子さん。あら、つばちゃん。こんなとこで何やってるんですか。つばちゃんも入ってきゃいいよ、いいよ。今は入口です。だいたい聞き込みはどうするんですか。あ、それならね、分かったわよ。え、この近くのね、お土産屋さんにね、弥生さんらしき人を預かってた家があるんだって。いつの間にそんな情報。こちらの皆さんに聞いたの。聞き込みはね、地元密着のよ。行くわ。屋上から下を突き落としたか。
なんだ、赤井君か。何を慌ててらっしゃるんですか。別に。ま、何がおかしい。あ、いえ、お茶入れたんですけど。置いといてくれ。ここから、まだ入ってる。ことを白石美香に知られ落とされていたということか。ええ、そこでした。
じゃないですか。今日でも大人気でね、3時間は並ばなきゃ買えませんよ。私も仕事がなきゃ行きたかったんですけどね。
出されて弥生さんがやってきた。弥生さん、あなたこの屋上の外には一歩も出なかったって言ったけど、ある行動を取ったはずよ。ええ、屋上のドアを開けました。あの扉開けた。それが罠だとも知らずに。罠？百聞は一見にしかず。妻ちゃん、ドア開けて。シーツが散らばってるのはあの事件の直後と同じ。いかにも風に煽られて洗濯機もは飛ばされたように見せかけることだってできるわ。それちょっと見て、死体の重みでほどけた紐がこすった傷よ。お分かりいただけましたか。これが犯人が使った自動死体落下トリックです。待ってください。もしそれが本当なら弥生は完全に無実なはずです。なのにどうして弥生は何も言わず罪をかぶるような真似をしたんですか。それは2ヶ月前に起こったある事件が起こったんです。事件？ええ、黒川大地という男性を殺された未解決殺人事件です。やめて、それ以上何も言わないで。弥生さん、あなた殺人の罪をかぶっても自分の秘密守ろうとした。その秘密を話す権利は私にはないと思う。でもね、真犯人を明らかにするために私には真実を話す義務があるの。ならせめて私から伝えさせてください。分かった。弥生、君は一体何を。私、あなたに嘘をついてた。嘘？私、あなたに会う前高崎で OL をしていたって言ったわよね。あれ嘘だったの。本当は私ホステスだったの。ホステスですって？その頃私、黒川という男と一緒に暮らしてたわ。黒川はクラブのマネージャーで、私言われるまま彼の店で働き始めたの。そのうち彼の子供まで妊娠したわ。死をした途端、黒川は私を捨てた。私、何もかも忘れたくて一人で東京に出てきたの。そんな時、あなたと知り合ったの。もう誰かを好きになることなんて二度とないと思ってた。だけど、いつの間にかあなたを本気で好きになってたの。大切だと思うほど、あなたが本当のことを知ったら私から離れてしまうんじゃないかって怖くて。だから私、あなたと結婚することになった時、自分の過去は一生封印しようって決めたの。その代わり、嘘をついた分だけ必ずあなたを幸せにしてみせる。二人で幸せになるんだって。弥生さんが正勝さんと結婚したことを黒川が偶然知ってしまったの。それで患者のふりをして病院にやってきたの。久しぶりだな。お前随分いい暮らしするじゃないか。でもさ、昔のことだんだん知られたくなきゃ俺の言うこと聞いた方がいいんじゃないかな。昔の写真をちらつかせて脅す黒川に仕方なく何回かお金を渡したの。でもあの夜、100万。俺もそろそろ自分の店欲しくなってさ、まとまった金が必要なんだよ。そんな、これ以上無理よ。待てよ。離して。そうだ、金が無理なら体でも構わないぜ。お前とも随分久々だもんな。離して離して離して。私、弾みとはいえ黒川を殺してしまった。
ったのよ。でも事件はそれで終わらなかったの。しばらくして弥生さんの元に一通の手紙。黒川が持っていたこの写真が届いたんです。どうして？写真なら屋上で燃やしたはずなのに。伊香保であなたが暮らしていた家にアルバムが残っていました。犯人は写真のネガが欲しければあの日ちょうど一時に屋上に来るように弥生さんを呼び出し、そして弥生さんに扉を開けさせて無人の屋上から下を突き落としたのです。私に殺人の罪を着せようとしていることはすぐに分かりました。黙っていれば状況は不利になるってことも。でもたとえ殺人の罪をかぶることになったとしても、私あなたに自分の過去を知られたくなかった。あなたを知られたくなかったの。たった一つの嘘が弥生さんを突いた。でもね、あなた一つだけ思い違いしてる。殺してなんかいない。どういうことですか？弥生さんに突き飛ばされて黒川は一時意識を失ったけれど、それは致命傷ではなかった。現場で一部始終を目撃してた真犯人が黒川殺しをネタに弥生さんに罪を着せようと考えた。そしてまだ意識のあった黒川をもう一度殴って殺したの。でも弥生さんに罪を着せるためとはいえ、関係のない人間まで殺すとは思えませんけれど。確かにその通りです。でも犯人が黒川に脅されていたとすれば話は違います。脅されていた？ええ、私初めてこの病院に来た時聞いたんです。この時計200万円。美香さんには付き合って間もない恋人がいるような口ぶりでした。何だって買ってくれて。我々の調べによると黒川白石美香と半年前から恋人関係にあったことが判明してます。でも黒川死んでしまってるし、彼に何でも買えるほどのお金があったと思います。それでピンときたんです。黒川美香さんから病院内で不正経理が行われてることを聞き、その犯人を突き止めたんじゃないかって。不正経理って？そもそも今回の事件の発端は犯人が金山と組んで病院の不正経理を行っていたことだったの。不正経理を行ってた人間を突き止めた黒川はそれをネタに金を揺すった。つまり弥生さんが黒川と揉めてるところを犯人が目撃したということは、黒川を殺し、さらに美香さん殺しの罪を弥生さんになすりつける、まさに一石二鳥の仕事というわけですね。そういうこと。でもどうして犯人は仲間だった金山さんまで殺す必要があったんですか？美香さん殺しを弥生さんになすりつけることを失敗したことで金山は逃げ腰になったんでしょ。俺はもうこれ以上関わるのはごめんだからな。分かったな。それで犯人は湯飲みに毒物を混入して、そして遺書を置いて自殺に見せかけ、今度は全ての罪を金山に着せようと目論んだのよ。おそらく遺書は仕事の始末書かなんか利用したんでしょう。なんてことだ。利用するだけ利用して殺すくらいなら最初から一人でやればよかったんだ。残念ながらそれはできなかったの。はい。犯人が作り上げた美香さん殺しの計画を実行するにはどうしても共犯者が必要だったの。どうしてですか？もう12時50分。事件当日美香さんが休憩室を出たのは12時50分。何するんですか？そして遺体が落ちてきたのが1時ちょうど。犯行を行える時間はたった10分しかなかった。ところが美香さんを殺害後、死体を屋上まで運び出すのに5分はかかることは分かっていた。トリックを仕掛けるには到底一人では時間が足りない。そこで犯人は美香さんを殺害して死体を屋上まで運ぶと、トリックを仕掛けるのを金山に任せたの。また仕事をサボってバカになった。だから事件直前のあの時、
それに犯人には最後に重要な仕事が残ってた。重要な仕事？ええ、清江さんを誘導して矢田さんが屋上に向かう姿を目撃させること。そうですよね、百瀬さん。事件の真犯人は副院長の百瀬清隆、あなたよ。あなたは棚山と組んで病院の不正経理に関わっています。そして自分の身を守るために黒川を、美香さんを、そして共犯である片山まで殺害したのよ。あなたは面白いことを考える人だ。シェフっていうのはよっぽど暇なんですね。だがあいにく私にはそんな妄想に付き合ってる暇はない。失礼。よそらよ。いい加減にしないか。これ以上つきまとうと名誉毀損で訴えるぞ。一体何様のつもりだ。匿名警視総監立花朝香。
Nigeria. Lage nahi kahi ho Nigeria. Lage nahi kahi ho na. でも久しぶりの仕事も悪くなかったわよ。